さあ、皆さんこんにちは。名古屋のジエモンです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はね、青木スーパーがあるんかないんか、友達に聞かれました。この青木スーパーどうなった、上田にあっただろうって最近行っとらんで見てきてくれって、と友人から頼まれて確認しに行くシリーズです。なんかレンガ張り、一応レンガ張りか、レンガ張りの三角屋根の工場風の現代的商店長屋という感じですね。さあ、新シリーズ、友人に頼まれてあるのかないのかを確認に行くシリーズ。どんなシリーズやえらい思いつきやなってねって言われそうですけど、思いつきです。はい、友人に頼まれて先日は声優を確認しに来ました。今回は青木スーパー上田店と、俺買い物行っとったけどどうなった、あるんかないんか確認しに行ってくれという指令がおりましたので、今から確認をしに行きます。高張りの辺、ついでだで僕を知り、ついででやるなよって怒られそうだ。牧野里二丁目です。習志野ナンバーが止まってる。中村クリニック健在ですよ。舞山小学校、舞山小学校健在です。舞山って言うとなんかね、名古屋じゃないみたいな名前だよね。どこって、舞山ってどこって言われそうな感じですけど、そこ県営住宅かな。これって結構名古屋市内もね、市営県営混在してるんで、ちょっとどっちかわからんくなることがよくあります。結構年季入ってるね、だいぶ入ってる、だいぶ年季入ってる。ちょうど牧野川池緑地の北側です。今南向き走行中、もうね、いつも混んどると混んでます。さあ、青木スーパーあるのかないのか、知らんわって言いたくなったけど、友達に頼まれたので、まあ確認しに行きます。さあ、環状2号を渡っております。高張りの交差点見えてきました。ここ左右側はドミノピザのとこって赤ちゃんカフェがあって、その前はコメダがあって、ね、コメダ色きとったな。この牧之原のバス停前通過。本当ね、でもマスクをしてない人がめちゃくちゃ増えましたね。大丈夫かな。結構ね、私の周りは本当コロナやっぱ増えてきてます、確実に。とね、心配ですね。まああと1ヶ月もするとお盆でしょ。またその頃ね、ドーンと増えて、こう動きが制限されることのないように乗ってますけど、ちょっと心配ですね、今は。さあ、名古屋インターの入り口をかすめつつ、さらに南下しております。青木スーパー、青木スーパー、そりゃ友達入社したな、以前。まあ私も小売業界は長くおったんで、やっぱりね、関係者が小売業界に知っていったっていうのはありますけど。イオンが見えてきました。イオンはね、どうせ混んどる、どうせ混んどるってよく分からへんかったり、結構にぎわっとる。はい、イオンの建材混んでます。ハイエースの時もどれ混んどったけどね。まあ暇つぶしにハイエースよく行ってました。なんか楽しいもんないかなと思って、物を探しに、全然いらんもん買う、そういう人生でしたどんな人生だって。ブロンコビリー、ブロンコビリー最近行っとらんな。ちょっとね、油っ気が多いもんでね、名古屋の話じゃないですけどね、静岡県といえば袋井だったかな、もともとルーツ、いわゆるブロンコビリーみたいなところ、みたいなところっていうのは、ハンバーグチェーン、爽やか。最初は爽やかって聞いた時にね、爽やかイコールハンバーグに結びつかないよね、話が。どう、爽やかっていうね、どういうことみたいな、そんな感じでした。焼き山のコースだったよ。弁財天今日やってますよ。やっとるけど全然買ったことない。毎回同じこと言ってるけど、羊羹は高いね。天丼店や千鷹グループがやっとるもんで、千鷹のとんかつも売ってますね。やっぱり天丼だけじゃダメなのかな。まあ私天丼天ぷらは好きなもんで太りましたけどね。そんな天ぷらばっか作ったもんね。なかなかこうね、天ぷら屋さんもお値打ちでいつでもね食べれるところがなくて、まあ西区の天ぷら屋さんはいつも私常連でしょっちゅう行ってますけどね。ちょっと最近ご無沙汰
もう昔からもう30年以上前からちょっと老舗の天ぷら屋さんはいつも行くんですけど、あのこうね手近に気軽に行ける天ぷら屋さんっていうのはあまりないから、天屋はね期待をしておりますけど、やっぱり厳しいのかな、とんかつ一緒にやらないかんって、とりあえずなくなってほしくないっていう、それだけの話です。何が言いたいかって、さあ焼き山の交差点を南下しております。またここかって言われそうだけどね、またこうです、はい。まあなんだかんだまあ私もいろんなとこに住んでたり、いろんなとこで働いていたので、ホームグラウンドはたくさんあるんですが、どうも私のチャンネルの、視聴者様をそう見ると、当初からなんとなくこう東側の人が多いのかなという、そんな感じですね。なので東山じゃなくて名古屋の東側の動画を出すと結構跳ねるっていうね。特に私の動画の中でやっぱり上田とかね、平張りっていうのがやっぱり回数が伸びる傾向にあって、まあ私も特に平張りなんてのはかなり思い出のある思い出の地なので、やっぱりしょっちゅう行っちゃうんですけどね。日常行かないですよ、なんか取材でしか行かないけど、日常平張り行くことはない。全然なくなった。まあでも思い出の地なのでよく行きますけど、その辺出すとね結構人気がやっぱりありますね。なかなかね、私の動画もね、このおじさんがごちゃごちゃ言っとるでしょう、もうこれうるさいわっていう人はなかなかねチャンネル登録に至らないっていう、はい。とはいえ、まあこれが私のこのチャンネルでの色なので、まあこれを薄めることはね良くないし、ブレるのは良くないので、まあこのチャンネルはこれでいきたいなと。まあまたね、別のチャンネルは別のチャンネルでまたね違う色であればいいかなと思ってますけどね。ということで上田一本松のいつもの交差点にやってまいりました。今日はマックはねぱっと見まあまあいつもと一緒やな、混んでない時はないな、逆に言えば今って引っ越しシーズンかな、この時期はあんまり、まあ人事異動の時期ではないですね、一般的に。この左手のマンションとかって人が飛び降りてなんか大騒ぎしとったことがあったけど、特になくなったって話は聞いてないからなくならなかったのかな。右側の食堂の辰巳閉まったのって毎度毎度言いますけど、そのジャガーって書いてあるとこはブロンコビリーがありましたね、20年ぐらい前に。なんでかしらなくなっちゃった、なんだろうね、ブロンコビリーでも撤退することあるんだね。うわなんかやっぱり水が溜まっとる、うわそこ水跳ねがすごいっていうか、水が上から流れてきとるのか、やっぱり左手が山手だから。さあまたブツブツ言いながら、気がつくとねここ最近私動画ほぼ毎日アップしてますでしょ。はたから見たら異常事態ですよね、毎日こんなもの上げてるっていうのはね、異常事態だと思いますよ。私も異常事態だと思ってたけど、チャンネル立ち上げ時は毎日一本上げてたんですね、やっぱりそれが鉄則だから。でまた今それをやれる体制がまあまあできてきた、やれる体制ができてきた、まあどういう体制かっていう話ですけど、一本松二丁目の交差点、肉どんぶり専門店、そこね例のあのメガインディアンズね、この前の高岡の動画、高岡じゃないわ、東方の動画で出しましたけど、メガインディアンズの系統お肉屋さんの肉どんぶり専門店だ、すごい人気あるんだよそこ。コロナの時でもめちゃめちゃ人おった。まあね大昔はそこはあれです、何だったあれ、どん屋のどんどんはどんどんが長きの辺りあったけど、長島なくなっちまって、その前は喫茶店でしたね。だからあれ居抜きですよ、もともとあれ上の建物見ると結構古いでしょう、大昔喫茶店、住居兼喫茶店だったのかな、行ったことないけどあそこは。長きの辺りね、とにかくどんどん湾が長かったですけどね。でその後何入った、昭和食堂か、あかんかったね、やっぱ高かったんで、昭和食堂基本高いもんね。でなんか食べ放題になったけど、結局まあやっぱり単価高いっていうのはあかんですよ、難しいよね商売考えたら、やっぱり飲食は単価を上げたいし、かといって単価上げるとお客来んしっていうね、まあ長きにわたるこのデフレ時代になってしまったお客からしたら、なかなかね高い単価のお店行くっていうのはどうしても皆さん避ける傾向にあるんでね、難しいなと思いますけど、それがやっぱり悪い方向に影響してお客来なかったですね、昭和食堂ね。さあ餃子の王将の横を通ってます。ちなみにここの店長の方って大昔の学生におったよね、まあ、だいたい顔見りゃ分かるんで、確か学生にお見えになって、あでも結構学生時代よ、一旦アルバイト飯食いにっていうか、あんまり王将がなかったからね昔は。大昔で言うと矢事に王将があったけど、
大人の保証もずいぶん前になくなったな。はい、ビレッジヴァンガード健在です。さあ、なかなか青木スーパーまでたどり着かんね。青木スーパーあるのかないのかどうかですけど、なかなかたどり着かん。最近私動画を毎日アップしてます。まあ毎日アップできる体制ができたっていうか、まあまあやれるかなっていうんで上げれてます。まあ毎日上げとってもね、そう伸びへんでね。まあ私の動画も不人気動画多いで上がんけど、もともと皆さん拡散してください。なんでしょうね、まあ合う合わんがあるから、こういう語りはいらんっていうね、方にとってはうざい動画だと思いますし、まあかといってこれが売りなので変えるつもりは全くないですけどね、このチャンネルについてはね。で、まあ動画毎日上げていられる理由というか、裏付けっていうか何でしょうね。一つは、まあ、こうやってやって、まあ、私本当まめにね取材行ってますよ。まめに週末は必ず土日、天気が悪くない限りは行ってますね。だから動画素材がもう腐るほど本当にあって、今の取材で10本ぐらい動画とかね、この前見てたら何本作ったかなと思ったら、この前一番多いのだと10本ぐらい作ってましたね。動画はあら効率いいですよ、10本作れれば。何時間取材に出かけるかっていうところはありますけどね、当然それはありますが、まあ1回あたり取材行って10本動画できれば、まあまあ効率いいかなと。そうなんで動画素材が腐るほどある、だからネタ切れの心配は私は一切ない、いつもそれは言ってますけどね。ネタ切れ、まあ、大したネタを上げてませんからね、そもそも大した動画をアップしてないから、まあ、ネタ切れもクソもねえだろうって言われそうですけど、はい、上田西2丁目の交差点着きました。ワンワン、ヤマハ、YSP、 ヤマハストリートだ、こうやって見ると大地がきっと YSP と、まあ、ヤマハという会社もすごいですよね、まあ、ヤマハもいろいろ私ご縁があるんで、ご縁があるし、なんといっても私はもうオートバイはツーサイクル命でしたね。この前ね、RZ の250かな350かちょっとわからなかったけど、取材途中で見かけました。まあまたあの別の動画で多分アップすると思いますけど、めちゃめちゃ感動したね。私がじっと見とるの向こうも察してからね、なんか空ぶかししてくれましたけど、懐かしいツーストのあの音がね響き渡ってました。さあ青木スーパーだんだん近づいてまいりました。私が右と左を覚えたかつての T 字路、上田西交差点です。どんな交差点だっていう、もともと T 字路でしたから、この上田西の南側方面は道はありませんでしたのでね、まあ、あの何度も別の動画でも何度も言ってますけど、はい、ちなみにレッドバロンは健在です。あそこにおもちゃの浅いっていうおもちゃ屋さんがあって、ようプラモデル買いに来ました。私だから40年か45年ぐらい前、結構プラモデル集めるのが趣味だったんで、今もだいぶ貯めてありますけど、どうやってね、まあ自分の孫に引き継ぐのか売るのか、まあでもね、これサンダーバードとか好きなので、売っちゃうのもね悲しいもんがあるし、そこ丸屋どうなっとるか気になるし、丸屋あるのかないのか。丸屋あります、昔レコード屋さんだったでしょ、これ一番右側だったのどこだったか、丸屋は健在です。まあ、今ちょっともう遅い時間だからね、お客さんおらんけど、ただ個人的には私は普通のうな丼が好きですね。その方が身がしっかりしている。基本はひつまぶしっていうのはどうしてもね端っこを使うのでね。さあ青木スーパーあるのかないのか、もう間もなく到着です。青木スーパーはね、肉が中心というか肉が得意なスーパーですよね。だから正月、年末年始とか結構肉のセールやっとって、割といい肉が安く買いまして、私もあのすき焼きの肉を買ってきて、昨年末は食べたような気がするな。ここの店じゃないですけどね。さああります、青木スーパー。あれでも建物変わっとるじゃん、確か建て替えたよね、こうやって1階なんか知らんけど建て替えをしてますね。まあ耐震性の問題なのか何なのか、アスベストとかそういう問題なのかもしれませんが、建て替えをしてますね。まあ、やらない、コンドル警備員とにかくコンドルをする。ありました、青木スーパー現在です。ただ建物が新しくなっとる。はい、こんな感じですね。青木スーパーは健在です。確認完了。それでは戻ります。